はい、どうもこんにちは。今回からまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからいきたいと思います。で、前回はっていう前にちょっとね、大事なお知らせがありまして、今から撮る動画なんですけど、これね、一回撮ったんですけど、ちょっとねプレフォーの、動画を撮る機能、なんていうの、かっこよく言いたいけど、その動画撮る機能をちょっと終了のタイミングミスっちゃって終了できないまま、迷宮に投げ込まれた。あー、もううまく伝えられないな。とりあえず録画にミスっちゃって保存できなかったんですよ。そうで、正直なこと言っていい、同じことをもう一回やるのは苦痛なわけよ。言っても前のやつも25分ぐらい撮ってたからしかもこのゲームってさ、あれじゃん、ノベルだからさ、比較的本当に俺アクションとかないからさ。そう、言ったら2周目マジで暇なんだよ。マジで思んないんだよ、2周目は。知ってるからだからちょっとパパッといっちゃっていい？パパッと。本当ね、ワンチャンこの回なくそうかなとか、取れなかったっつってもう飛ばそうかなと思ったけど、一応やっぱ上げた方がいいのかなってことで一応やるけど、正直あんまりちゃんとは触れないわごめん、これ本当にごめん、また一からね、やるほどプロ意識高くなかったわ。ごめん、じゃあ普通にやるね。自分の意見を述べる。朝は自分の意見のみをシャーロットに伝えることにしたちょっと待って同じこと25分やんの、やばくないか。このゲーム同じこと25分やるのマジで苦痛なんだけど。いや、早送りも考えたよ、考えたけど、あーっていうね。ただこうなかったことにしてプロね、一からや知らない体でやるのもさ、そんなプロ意識高くないからさ、どうしよう。パッパッパッといっちゃっていい？ほんとごめんけど、楽しみにしてたらごめんけど。んだよ、せっかく俺様の意見も述べてやったのに伝えねえのかよ。一応フルボイスは頑張って入れる。頑張って、そこはさすがに失礼かなと思うから、声優に。出どころのよくわからない不確かな意見を警察官に伝えるわけにはいかないからな。いや、ミスったな、これマジミスった。別にいいけどよ、人の意見が正しいかどうかくらいは自分で判断できるようになった方がいいぜ。もうなんなら無言でやっていいなんか相槌打つのバカみたいになってきたわ。大きなお世話だ。お世話だ。そして朝は喉元を狙えといった件も伝えた。犯人の手口が変わったのはおそらくそのせいであり、逆に言えば今回も同一犯の可能性が高いと。そうですいや、それジャックの意見じゃーんって言ったんだけどな。ちょっと2回目になるとちょっと恥ずかしさが出てくるから。アーサーが自分の意思でした発言ではなく、しかも殺人。これどうして、もうここ読まなくていい？ごめん、読まなくていいかな。ある程度時間を設けるからさ、読まなくていいごめん、めちゃくちゃクソみたいな回になるけど、ご了承いただきたい。なぜそのようなことを言ったのですか？はい、行こう。犯人を挑発するつもりでした。あの時は僕も命がかかっていたので、もちろん犯人をそそのかすような意図はありません。これちょっと、じゃあフルボイスは頑張って抑えるから、もうそれ以外はパン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 っていくね。本当にごめん迂闊ですね。ですが同一犯の可能性については承知しました。正直に話していただいてありがとうございます。じゃあ正直に話すこと大事だよ。少しでも捜査の助けになればいいですけど。それでまだここにいた方がいいですか？いいでしょう、もう帰っていいでしょう。確認したいことは済みました。もう戻っていただいて構いません。はい、改めてご協力感謝いたします。ありがとうございます。そういえばシャーロット刑事、メリルから依頼された仕事についてもこの件の調査と並行して進めるつもりです。おや、そうでしたか。私としては一般市民が殺人事件の調査に関わり続けるよりよほど健全だと思います。いや、すごいでしょ、ずっと無言なんだよずっと無言になっちゃうかもしれない。 いいよね、それでも。もはやプレイ動画でいいよね、もはや。ワンチャン、ごめんね、ワンチャンプレイ動画も、プレイ動画でいい可能な範囲でいいのですが、どういった案件か聞かせてもらっても良いでしょうか？ちょっとちょっとさ、俺も疲れるからさ、プレイ動画でいいマジプロ意識の塊も、プロ意識のね、プロ意識のなさがやばいけど、ちょっとね、やっぱね、あまり詳しくは明かせませんが、メリルの兄ダリルの素行調査について依頼されました。
てもこのゲームフルボイス出した、あとやっぱ単純にやってる俺がしても、あんまり面白くはないゲームだから、2周目がね、2周目するゲームじゃないと思うから、これ。ダリル？だから、こうプレイ動画。もしかしてご存知です。ええ。深夜のケイラを行っているときに何度も顔を合わせています。ダリル、小柄な労働者風の青年ですね。あのメリルと兄弟ですか。言われてみれば確かに二人はかなり似ていますよ。あのさガチでプレイ動画でいいかな。だってフルボイスなのよ、キャラの声全部フルボイスでさ、でアナウンスっていうかその途中のさナレーションは俺は言わないわけじゃん。もうプレイ動画でよくない？すいません、あの本当にもう低評価をしてもらって構わないんで、すいません。じゃあプレイ動画始めようか。そのダリルというのはどんな人物なんですか？見た目以外の特徴とか行動の傾向とか。喧嘩っ早い不良といった印象ですね。こちらの言うことなんて全然聞こうとしません。でもちょっとかわいそうな子でした。何度も注意をしていて話す機会はありましたが、自分が誰にも必要とされていないとそう信じているみたいでした。私はそんなことないと言いつつ話を聞いていたんですが、反抗するばかりでひどく鬱屈している印象を受けましたよ。そのせいかしょっちゅう口論からトラブルを起こしているんです。なるほど。ダリルの家庭環境についてはご存知ですか？もちろん両親にどういう思いを抱いているのかも。が私も警官ですからね、むやみに情報を渡すことはできませんよ。直接話したいのならパブを探した方が早いかもしれません。よくそういう場所に出入りしていましたから。わかりました。ではパブを中心に巡ってみるとします。そろそろいいでしょうか？ええ、捜査へのご協力ありがとうございます。ああそうだった、この刑事さんが一緒だとまともな調査ができないぞ。あの同行についてお願いがあるんですが。ええ、分かっています。今後私はあなたとは距離を置こうと思います。ん？どうしたんですか急に。エドガー警部から指摘されたんです。すぐそばに警察官がいると聞き込みに支障が出るからもう少し離れて監視するようにと。そうだったんですか。まあいいじゃねえか、少しはやりやすくなっただろう。うるさい。あの女みてえなやつだろ。女みたい？背も低い。そんな風体のくせに女に間違えられると途端に怒り出すんだぜ。なるほど。新参者と言いましたが、いつ頃からパブへ現れるように？ああそうだな、ダリルが心をうろつくようになったのは1年前くらいからだぜ。だがこのところはあんまり顔出してないぞ。落ち着いたとは思えないな。いたら騒いで面倒だが、いないとなると寂しいもんで。ああ、ちなみにパブにはいつ頃来ていたか覚えていますか？そうだな、来る時間は必ず夜で、明け方には出ていくぜ。時間はえらく気にしてたな。そうか、教えてくれてありがとう。僕のおごりだ、一杯やってくれ。ありがてえ。ダリル？
そういえば数日前にこの店で見かけました。別に変わった様子はなかったですよ。探偵よ、気づいてるか。ダリルが目撃されている酒場に決まって例の強盗事件の被害者が訪れてる。これは偶然かね。バカにするな、ちゃんと気づいてる。連続強盗殺人の被害者もよくパブを訪れていた。こっちは聞き込みの情報だけだが、ダリルもよく同じパブに来ていた。そうだ、強盗事件の被害者が行きつけの酒場にダリルがいる。だ、さて、ここから導き出されるのは何だろうな。名探偵アーサーの見せ場じゃないか。ダリルの素行が悪いのは聞いての通りだが、殺人事件と関係しているかどうかはわからない。まだ確定じゃない。そうかよ、ダリルは夜出歩いてどっからか金を得てるんだろう。酒場で獲物を物色してたってことじゃないのか。状況証拠だけで決めつけたくない。警察の誰かさんみたいにね。あの府警には相談しないのか。何か動向を掴んでいるかもしれねえぞ。今はまだ確かなことは何一つもない。余計なことを言えば捜査を混乱させる可能性がある。それにメリルは兄をかばいたそうだった。調査結果を伝えてから動きを決めた方がいい。お優しいことで。だが一応言っておくが、探偵よ、慎重と事実から目を背けるのは違うと思うぜ。本当にそいつのためになることは何かしっかりと考えておけよ。じゃないと土壇場で迷うことになる。そいつは辛いぜ。分かってる。メリルの反応次第だけど、関係性を確信できたら警察にも話すさ。君のお兄さんダリルについてだけど、夜市内各地のパブでは頻繁に目撃されている。前からたびたび口論などを起こしていたらしいね。それにこれは別の件だけど、今ロンドンで起きてる連続強盗殺人事件、その被害者の近くでダリルが動いていたみたいだ。だからどうってわけじゃない。連続強盗殺人の被害者の近くにダリルがいた。事実はそれだけだ。わかりました。探偵さん、このことはまだ君にしか伝えていない。シャーロット刑事も君の依頼内容を知らないよ。話すつもりもないから安心して。この情報をどうするかは君次第だ。ただ前にも言ったと思うけど、はい、調査していただいてありがとうございます。相変わらずひでえ目の充血とクマ。ジョーちゃんも悩んでるのか、眠れてないみてえだな。当然だろう。さてメリルがどう動くか。一歩を踏み出すのは勇気が必要だぜ。だがおせっかい野郎にはなりたくねえ。依頼されなきゃ手を出すんじゃねえぞ。分かってる。何がその人のためになるのか最良の選択か、メリルもきっと考えて決めると思うよ。探偵さん、
私、兄と一度ちゃんと話をしてみようと思います。調べてくれてありがとうございます。それがいい。何か困ったことがあったらすぐに相談してほしい。僕もシャーロット刑事も力になれると思う。はい、これは報酬です。納めてください。おお、結構な額だぞ。ジョジャン、どっからこんな金を用意したんだ。多すぎる。受け取れないよ。このお金どうしたんだい？いいんです、これはちゃんと私のお金ですから。前に勤めていた奉公先からいただいたお給金なんです。へえ、クビにした奉公人に持たせるには過ぎた額だと思うがね。よっ。依頼人については詮索も推測もなしだ。メリル、君の気持ちだけ受け取っておくよ。僕は人によって多少の差はあっても仕事として正当な金額を請求しているつもりだ。自分の価値を下げて少なく見積もってるわけじゃない。持っている人から踏んだくるつもりもない。依頼料は当初の金額でいいよ。ただ今後何か困ったらその時はまた依頼をしてくれ。わかりました。探偵さんは仕事に対して真摯なんですね。あくどい商売をするつもりがないだけだよ。人助けが僕の仕事だからね。よかったら周りにも宣伝しておいてくれ。わかりました。広めておきます。何でも助けてくれる探偵さんがいるって。じゃあ探偵さん、私行きます。ああ、なんて言ったらいいかわからないけど気をつけて。ありがとうございます。ではまた。さーて、どう出るかね。メリルとダリル、二人の関係次第だろう。それにダリルが犯人だって決まったわけじゃない。連続強盗殺人については調査を続けるよ。えいえい、ったく、どうやら仕事中毒ってのはお前さんのことみたいだな。おう、いらっしゃい。こんばんは。お邪魔します。僕はエールとフィッシュ&チップス。彼女は？私も同じフィッシュ&チップスとホットミルクを。なあ探偵、俺様はホットミルクに砂糖をたっぷりと、あ、蜂蜜でもいいな。つまみのマフィンやタルトはねえか？頼まないぞ。パブでそんな甘いものがあるか。だと？昨日も今日もパブパブパブ。たまには気を利かせて菓子屋でも行けってんだ。け。それはお前の好みの問題だろう。それで、あなたの捜査の進展はどうですか？僕への疑いは晴れそうですか？正直に言うと、わかりません。なるほど。犯人に違いないから、わからないに変わったわけですね。十分な進歩だ。まあ、てなわけで。お久しぶりです。とりあえずね、前回確かここぐらいまでやったんだよ。その、まあ俺がなくしたデータ。いや、俺もなんか、
プレイ動画快適だなと思ったわ。なんか普通に聞いてたけどさ、イヤホンで、すごいなんか本当プレイ動画だなと思いながらこれもこれでやっぱフルボイスのゲームだとありだなと思った。まあ、とりあえずじゃあまたここからやっていこうか。率直に申し上げるなら、あなたの言動を見ていた限り、正義感の強い清廉潔白な人物だと感じます。まあまあそうっすよ、ありがとうございます。ですが、第一発見者を疑うのは基本ですし、共犯者がいる線も捨てきれません。まあ、共犯者が怖いよな、こういう場合だと。おまけに調査依頼の出所まで考慮すれば、確たる証拠こそありませんが、犯人だと疑うのは当然だと思います。まあまあ確かに改めてそう言われると確かに、疑われるのも無理もないという気がしますね。まあ共犯者の線が怖いよな。共犯者の線考えたら俺も疑っちゃうもん。それと、一番気になっていることがあるのですが。何？髪が銀色のこと？髪が銀色のことはちょっと触れないでね。何です？あの時どうして笑っていたのですか？おい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 、初めて話した時、路地の殺人に対してです。まあまあジャック・ザ・リッパーだな。やっぱジャック・ザ・リッパーが来てたからね。アーサーはシャーロットと初めて会った時のことを思い出していた。あの時アーサーは死体を見て笑っていた。当時は理由について見当もつかなかったが、今ならわかる。あれは自分の中にいるあの男が笑っていたのだと。思い出し笑いだと言っていましたが、そうではありませんよね。本当の理由を聞かせてもらえませんか？まあこれ言っちゃってもいいじゃんって思ったけど、中に眠ってるのが自称ジャック・ザ・リッパーっていうこと言っちゃったら、ジャック・ザ・リッパーに変わるかもしれないんですよね。じゃあ拘束しないとってなっちゃうかもしんないからね。まあ、そう考えると本当の理由もすって言えないよな。本当にただの思い出し笑いですよ。まあそういうしかないよな。さすがに幻覚のことを教えるわけにはいかない。アーサーの苦し紛れの返答にシャーロットは露骨にため息を漏らした。言えないことはあると思いますが、そこを話してくれれば私も納得できるんですよ。どうしてもあの時のあなたと今見ているあなたとが同一人物だと認識できないんです。まるで同じ顔の別人を見ているようなこれ二重人格の人と関わるのに、なんていうの、二重人格の人にかける言葉の模範解答だよなこれはびっくりするぐらい模範解答な産業だよなこれ。まあ実際別人なんだけどな。人間誰しも二面性を持っているものでしょう。なんで正論してんの？僕だってあなたが思っているような善の塊じゃないってことだと思いますよ。その会社危なくないか？それは疑いを晴らそうとしているなら、迂闊に警察官に漏らさない方がいい意見だと思いますそうだと思う俺も。分かってます、酔っ払いのザレ事だと思ってください。ですが例えばの話、殺したいほど憎い相手がいたらどうします？この質問怖いよなアーサー実はヤバいやつ説、ヤバいやつ説が上がってくるよな。アーサーの含みのある言葉にシャーロットの瞳がわずかに曇った。殺したいほど憎い相手がいる、それは悲しいですけどあり得ることです。ですが私はそれでも憎まないように努めると思います。まあまあいい子だな。いやそんなのは理想論でしょう。確かに自分の感情なんてそんなに簡単にコントロールできるものじゃない。恐ろしい生き物なんですよ人間っていうのは。それでもです、誰かが手本を示さないといけません。お前まあまあお前警察だもんな。シャーロットは先の質問を跳ね抜けるかのように真摯な瞳でアーサーをまっすぐに見つめた。あなたの言う通り、憎まないのは難しいかもしれません。だけど罪を憎んでも人を憎んではいけません。いいね、いいことは言ったね。罪を憎んでも人を憎んではいけませんっていいね。いくら危ない、いくらね悪いやつであっても、その悪いやつがしたことが悪いわけだって、そいつ自体は悪くないっていう。だからどうしてそう言い切れるんだ？まあまあそれも理想論みたいなもんだよな。終わらなくなるからです。は？深いぞ。もし憎しみのままに人を殺せばどうなると思いますか？憎まれて殺された人、その人にだってきっとその人を愛してくれる人がいるはずです。そうだな、まあ、そう考えちゃうとかぶせかぶせになっちゃうな。もう追い打ち追い打ちの。殺された人を愛していた人が、やっぱり犯人を憎んで殺したら次はその犯人を愛していた人がまたまあまあ極端な例だけどまあそうだよな。そうやって続いていったら殺人は終わらない、悲しみも終わりません。
つぶやくにそう話すシャーロットはアーサーからはどことなく悲しそうに見えた。憎しみの連鎖ってやつだな。どっかで誰かが我慢すれば連鎖は止まるが、まあ、その役に立候補はしたくねえな。我慢はな、我慢は厳しいよな。やっぱそういう自分のね、好きな人をねやられたら。理屈ではそうかもしれないけど、うん、実際はなかなか難しいんじゃないかな。まあまあまあそうだよ。思い切ってそう言ったアーサーにシャーロットはいたずらっぽく微笑んだ。かもしれません、うん、でも私にもできるなら他のみんなにもできるはずです。だから私はみんなに行動で示すんです。まあまあ警察官としては理想な答えだよな。こんな業務と離れた場でもこれ言うんだからな、クソ真面目だよ。犯罪のない理想の世界を作るために。やばいな、ピュアピュアだわこいつ。どうしようかな、場面切り替わっちゃったな。あ、食事を終えたアーサーとシャーロットはパブを出ると冷たい空気でほてった体を冷ますように歩き始めていた。いるでしょう。いやもうこの路地のカットが出た時 100% なんだけど、殺人が行われてんの大丈夫。どうしようかな、一旦ここで切ろうかな。多分ね、あのプレイ動画の時間と足したら多分割と20分ぐらいやってると思うから、じゃあここら辺じゃあ一旦切るわ。ごめんね、なんか今日プレイ動画で、まあ結構良かったでしょ。俺の声が入るよりもなんか良かったりとかしたかもしんないから、まあとりあえずじゃあ今回は一旦終わろうと思います。じゃあ、あざした。